モナリザ。ご案内。入り口どこだ？あ、入り口まだ向こう。入り口向こう。いやー、入り口からこんなにバラでした。ここチケット売り場じゃない？当日券、年パス購入の方。3600円大丈夫ですか？ありがとうございます。あ、パンフレットもらおう。パンフレットもらおう。パンフレット。私も。もういきなりバラ。ここかわいいじゃん。もう取るの？違う、もう一周回ろうよ。じゃあ一周回って。回ってみよう。うわー、すごいわ。わあ、すごいわ。プリンセスミチコだよ、プリンセスミチコ。見て。こっちがプリンセスミチコだよ、ほら。で、こっち、こっちもエンプレスミチコ。ミチコさん。さすがミチコさん。きれい。アイコさん。プリンセスアイコ。じゃあ、マサコもあるかな？プリンセスマサコない。ロイヤルプリンセス。ミカサ様。すごいな。え、みんなバラ持ってんの羨ましい。私もバラ欲しい。私のプリンセス優子。あ、信子さん、プリンセス信子。あ、この黄色素敵、ほら。これね、かわいいね。あ、かわいい。かわいいって言ってても永遠に撮り続けられるね、これ。あ、まさこさん見つけた、ほら、まさこ。まさこさんいたね。いたわ。ないわけないよ。ないわけないね。プリンセスシャルレーヌ・ドゥ・モナコ。わー、これとっても素敵だね。すごい。そう、なんか思ってるより多分広いよ。広いわ。うん。わあ、すごいわ。やばい、フェルゼン。アンドレだ。アンドレ。どっちもアンドレだわ。やっぱアンドレ大好き。綺麗アンドレ。待って、ここもしかしてオスカルがないじゃない、だって。そのうちオスカル出てくる。本当やばい。アンドレ一番綺麗。アンドレめっちゃ綺麗。オスカルないね。オーヒアントワネットがあったよ、ほら。どこ。これオーヒアントワネット。美しいじゃん、やっぱり。オーヒアントワネットすごいね、もう。すごい。もっと綺麗に咲いてる。こう形のいいのね。いやでもね、結構ね、あの王妃アントワネットそんなに咲いてないの、数が。まだこれからかな。あ、オスカル見つけた、ほら、オスカル。ってことはオスカル、これかな。オスカル出てきたね。オスカル出てきたけど、オスカルの看板。あ、これマリーアントワネットだ。あ、本当だ、綺麗。アントワネットさん、これのようにオスカルのようにフランソワ、オスカルフランソワ、やっぱ赤だやっぱり。私もそう思ったのよ、うん、オスカルフランソワちょっと枯れそうだな。でもなんかオスカルっぽいよね、赤がね、うん、でもこれこういうあれなんじゃないの、この周りが黒っぽい。そうかな、私人生のテーマはあれだよ、オスカルのバラは美しく散るだから。私人生のテーマソング。笑っちゃいけないから。笑ってる場合じゃないよ、子供の時本当にそう思ったんだから。わ、これもすごい。これすごい可愛くない、このバラ。あそこにもあったじゃん、あの箱根行った時も。あったっけ、このバラ。あったっけ。私このバラの前で写真撮ったじゃん。はい、あったっけ、うん、名前見ながら行くと面白いね、うん、ビクトリア。いや面白いよ、パーマネントウェーブだって。うわ、パーマネントウェーブっぽいよ、ほら、チリチリしてる。ウェービーすごい、ウェービーしてるわ。夜の調べすごいね、夜の調べっぽいわ。
ミッドナイトブルー。あ、これもっと終わりだね。ミッドナイトブルーは終わりだね。天の川だって。天の川。わあ、バラの匂い。なんか椿みたいだけど、椿じゃない。なんだっけあれ。あのなんだっけ、蜜吸えるやつ。これ？わあ。名前なんていうのか出てる。鶴耳エデン。これなん、名前なんだろうこれ。なんてこれエデンってやつ？これエミって名前。エミ。かわいい。なんだけどちょっとずつ、ね。ちょっとずつ違うね。シーザー。かわいい。あ、ウェディングドレスの撮影してんのかな。私モナリザを探しています。モナリザ見つけたら教えて。あー綺麗。かわいいなこのオレンジ。これなんかね、1万6000種類って言ったかな。1万6000種類ね。1万6000種類でね、1000株って言ったかな。あれもバラなの。バラ盛りジェラート食べよう。すいません。バラ盛りのジェラートってまだありますか？あるんですけど、15分ほど今お待たせしております。待ってる。待ってる。そしたら、マンゴーとフランボワーズを1個ずつお願いします。そして20分。あ、大丈夫です。待ってます。バラアイス。いただきます。うん、フランボワーズ味。今日ね、暑くて30度ぐらいあるの。だからすぐ溶けちゃう。もうバラが一瞬で失われていくわ。でも可愛いバラ。でも暑すぎて暑すぎてこちらのバラ一瞬で終わりみたいな。溶けてきちゃって。でも美味しいね。うん、美味しい。うん。ね、あれもバラなのかな、あの縦の。あれ珍しくない？これ珍しいよね。これもバラなの？これまだつぼみなんじゃないかな。これすごいね。うん、これから咲くんだ。これから咲くんだ。本当だ、すごい、全部つぼみ。これもすごいね。これもすごいね。私の好きそうなバラ。そう、こういう色大好き。天然かき氷だった。こうやって私入る？私入る？入ってる入ってる。本当？じゃあモナリザのポーズを始めます。うん、いきますよ。
待って、髪の毛が手が入んないか映ってる OK めっちゃ可愛い。見てどこまでも続くバラ最高。可愛いところがいっぱいあるんだけどな。人気ですね、人気スポット。ここ撮りたかったんだけど。この感じがめちゃくちゃ可愛い。プレイボーイ。これかわいい。ブラスバンド。見る？わら香るアイスです。そうそう、普通のコーヒーにしちゃった。うちのバラ買える。結構まあまあいい金額だね。うん、香りする、うん、香りすごくいい香り。嗅いでみよう。一つずつ香りが違う。本当どれ。本当だ、全然匂い違うね。本当全然匂い違う、うん。振り返ってみよう。なんか香りが強いのと弱いのとさ、全然あれだね。そう、強いのもあるし弱いのもある。すごい、なんかいろんなの言ってるよね。え、どれ、匂い嗅いじゃおう。うん、やっぱり香りがさ強いとさ、虫が来んだよ多分ね。買うのはいいわ、悪いけど。かわいいこれ、うん、かわいいね。これなんて種類だろう。アンナ。アンナ、アンナかわいい。あ、結構大きいね、ここ。ずっと向こうまで販売してるわ。で、どっから出るの？あ、ここから出れるのか。あ、どうする？わかんないの。多分、対面だよね。向こう側じゃないかな。いやー、いい感じでしたね、バラ園。あ、こんな釣りの長いバラも売ってる。これほら、棒にこう絡みつけたり。あー、さっきのね。はーい。ありがとうございました。楽しかったわ。見る、お土産屋さん。混んでる、めちゃくちゃ混んでるな、お土産屋さん。ちょっと見てみるか。
あ、これじゃない、フローズンイチゴっていうイチゴな、紅ほっぺ、四つ星、こういうのね。そうだ、食べたいのある？一個買ってみる？ローズヒップミルク、バラまんじゅう。こういうのじゃないの？コーヒーに入れてさ、うん、そう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 、ジャムだ、ジャム、あ、花びら、花びらジャム、ジャム、ジャムなの、花びらジャム、ルイボスローズ、ちょっと素敵じゃないこれ。行ってきたよ、京成バラ園。なんだろう、これクッキーかな、ローズレモネードだって。バラ濃茶、なんせバラです、バラカステラ。バラ香る、甘酒、バラ香るよ、すごい。でもさ、ね、バラって際限なくなんかグッズが作れるな。クリアファイル、これここのバラ園の写真じゃん。そうね、じゃあ行きましょうか、欲しいのはなさそうだし。なさそうだ、バラ味のものってあんま好きじゃないのよ私。そうなの、匂いはいいんだけどね、食べ物ちょっとね苦手なんですよ。よし、じゃあバス停に行きましょう。やばい、帰りやばい。どっから出るんだろう、どっから信号渡れるかね。すごい素敵なバラ園でした。